が一番かっこいいの作れるか競争だ。クリスマスはシャミ子にダンベルをプレゼントしよう。A チャンネルか。で、クリスマスキャラクターピックアップ消化第2弾。一番初期の日だまりスケッチより。両方ともクリスマスバージョンで、ひだまりスケッチのミヤコ、そして最新にアニメ化された街角魔族より魔法少女モモですね、登場です。肩たたき剣、肩たたき、かっこいいミシン。さあモモですね、なんかダンベル要素強調してきますね。中野あずさです。親がジャズバンドをやっていた影響でギターを始めました。とりあえず今日は時間がないので10回ガチャだけやります。トレーニング終わらせて。おはよう。さあ誰か守ります。すごいわ。回り込みなんてできるんですね。お使いですか。行ってきます。さっきの日だまりの、やっぱり先輩たちと練習したいな。命を早く。すみません、ありがとう、助かっちゃった。早くレベル上げたいですね。お、石も20、これもうちょっとですよね。そしてこれ召喚チケットもありますよ。でメインの召喚です。ありますね。期間限定ピックアップ召喚。開きますよ。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。星さんの言うのが出ただけですね。ありがとうございます。今日も頑張りましょう。この期間限定って何があるんだろう。ああ、特に。なるほど、キララが漫画版キララのピックアップなんですね。キララが欲しい人はすごくありがたいと思います。優勝ですね。星以上以上確定っていうのは3回なんで美味しいんじゃないでしょうか。私はこちらです。開きますよ。紬、剣王の紬。ああ星音行かないか。フレンド S のこれなんて言うんだろう。桜ロミヤさん、
星4来い。さあ来い。星4ですね。スロースタートのカムイなのかな。本田玉木、長野マリアキャラクター続きますね。有識多いな。有識ってそんな非常ゲームとは違うわけじゃない。さあどうだ、来い。あーダメ。あ、初めてかな。街角魔族もも取ってたっけ。街角魔族は、リリスってご先祖様ですね。アンハピーのアン、これも初登場かな。いや初登場じゃなかったか。アルケミストの戦国カモリ、うん、錬金術を駆使して頑張る。錬金術、取れなくなった指輪の外し方は、え、これは錬金術じゃないの。呼び出すとはセンスがいいな。世は闇の女王リリス、覚えておくがよい。数千年封印されていたし、子孫もポンコツだが、世の力で必ずこの世界を混沌に導いてやろう。次回も頑張ります。この二人が初登場で、いつでも来てくださいね。アンは再、登場なので覚醒します。とっておきレベルが9まで上がるんですよね。覚醒は美味しい。朝は鍵の手入れをして、あとは はい、というわけでこのようにして、本日12月15日、1日1回無料の10回召喚行いました。あと16、17、2日間だけですね。毎日欠かさず、10回召喚行って、少しでも人員を増やしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。